どうぞ。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございました。今日無事になんとか先日退院してきまして、今日収録荒木大輔さんをお迎えして、はい、ありがとうございました。歌っちゃんのハローコンパン無事に終了しました。よかったです。楽しかったです、本当に。いや、ね、さっちゃんが退院した後の直後の収録なんで、大丈夫かなって心配してたんですけど、ちょっと今日自分の体調の都合で、あさみランドさんでやってるんですけども、うん、公開にしなかったんです、ごめんなさい、うん、そうなんですよね。なんとかでもね、収録ができてほっとしてます。でこの後ね、お疲れが出ないようにとお願いしますけど、お休みになった方がいいですよ、うん、いろいろ動けないしね、もうみんな周りの方が周りの2人にやっていただいてね、ちょっと自分はほとんど喋ってるだけみたいなね感じになってしまいましたけど、皆さん の, あのお気持ち本当にありがとうございます。本当ですね、皆さんにありがとうですね。今タイムが上がって5月20日はね、さっちゃん抜きで、なんとここでね、あさみランドさんで世界愛の日コラボライブを行ってくださいまして、はい、嬉しかったですね。本当たくさん来てました。20人近く。すごい、すごいですね。お祭り、お祭り。こちらも5月の28日の放送から、まあ、1回につき 1,2 曲ぐらいずつ放送で流れますので、うん、ぜひさっちゃんのハローホームタウン 86.8MHz かリッスンラジオインターネット放送のね、そちらでお聞きいただければなと思います。はい、まあ、荒木大輔さん、何かご感想とか告知事項とかありませんか？もう本当に私、ね、歌なんか始めたばっかりで、その次にどこで何やるってのはそんなに決まってないんですけど、あ、なんか来年、来月ですね、その岡崎、愛知県岡崎、6月15日に、古市芳雄さんとコラボで、はい、まあ、ライブさせていただきます。あ、素晴らしい。であと決まってるのはもう来年の2月19日に、その俺と、ね、妻の、はい、移住するっていうのが夢だった場所で、またこれも古市さんと何かイベントできればなっていう話が。それはどちらですか？与論島。与論島。鹿児島県。与論島。素晴らしい。素晴らしい。もう。そう、2月19日が亡くなった日なんで。あ、そうでしたか。じゃあね、すごい素敵なライブになること間違いなしだと思いますけども。なんかやってやろうと思ってるんですけどね。行きたいと思うんですけど、与論島。いや、そうですよ。そうですからね。まあ、ただね、癒されますよね。海の波動がやっぱ違いますよ。もう今後の活動楽しみにしてますね。はい、で本日、5月の28日分で流れます、あのクイーンさんのですね、新譜ですね、先月4月の25日から出ました幻標本箱ですね。こちら作詞が松井五郎先生ですね。で曲が全部邦さん書かれまして、あの今さっちゃんのヘビロテとなってますけど、そこから1曲ご紹介させていただきます。邦さんのメッセージもご紹介しておりますの でライブがあるようです。5月の29日もうすぐですね、川口のショックオンというところで、18時半オープン、19時半スタート、2500円となってますので、こちらクニシャンさん、クニシャンだってクニさんご出演されます。あのお問い合わせはクニさんまで、あのクニさんは QOONIE ですね、 QOONIE もしくはカタカナでクニさん、クニとご検索ください。でそしてさっちゃんとみんなの歌なんですけど、こちら出ました、出ました、出ました。こちらね、ありがたいことにいろいろご感想いただいてて、励まされたとか癒されるとかいろいろご感想いただいております。こちらジャケットツイタイプありますので、空気読んでくださる方ぜひ1枚1000円となっておりますので、さっちゃんもしくはさっちゃん事務局までお問い合わせください。で大概ポーチに、あの大体2つ持ってます、2枚持ってます、ポーチというかバッグに入れてますので、ぜひ声かけていただければなと思います。で、こちら、ファーストアルバム、さっちゃんとみんなの歌、こちら、東のすみたらさんプロデュースですね、あの未来に伝えたい、残したい曲など、オリジナルも入って、10曲で、ね、そちら入ってます、2000円となっておりますので、こちら、今、2000人に届けたいと、そうですね、活動中。はい、2000人に届けることができれば、ちょうど保険外治療の費用にもなるんですけど、応援していただければありがたいです。
さっちゃん石鹸もいろいろ手作りしておりますので、大体がまあその、材料費によって値段が違うんですけど、うん、こちらは大体400円が主流となってますので、こちらもさっちゃんまでお問い合わせください。うん、ぜひ来てほしいライブがあるんです。6月の17日に、インフィックスの長友醸成さんですね、ガンダムとか西遊記のテーマソング歌われてるお兄様と一緒にコラボライブを行います。こちら入場料が2000円となってますの CF スタジオにて、6月の17日日曜日、夜の7時半、19時半からスタートですので、北千住 Cウェーブ、そう、もちろんガンダムの歌も歌いますからね。ガンダムの歌も歌うし、全曲ちょっとコラボなのでデートソング歌ったり、さっちゃんのオリジナルやったりいろいろしますから、ぜひお越しいただければなと思います。はい、で本日 の、 ラジオの模様は、まず5月の28日そして6月の4日ですね、越谷 FM86.8MHz もしくはインターネット放送のリスンラジオ、通称リスラジですね。スマホの方はリスラジのアプリをダウンロードして越谷 FM を選択してください。うん、夜の7時からの収録放送風の生放送で、はい、カンパケで作ってますからね。私パソコンでダウンロードしようと思ったらパソコンはダメなんですね。パソコンは直接 URL クリックですね。スマホの方はリスンラジオっていうのは、てかパソコンでは聞けなかった。え、聞けます、うん、聞ける、聞けます。あれ、やり方悪いのかな、ボリュームのつまみとか、てか入れなかったんですけどね。まあ、じゃあ私のやり方悪いのかな。ぜひ確認します。もう一回、一番手軽なのがスマホだと世界中どこでも、そうですね、スマホが一番いいですね。はい、もういいかなと思います。すいません、スマホ持ってなくて。で、今度のゲストが6月の第2週と第3週が池間文樹さんですね。まあ、それはそれは徳永英明さんとかジュークなどの、ベースを弾かれてる、すごいもう日本の音楽シーンをリードされたベーシストでありますけども、越谷でもライブされたいということで、7月の7日アサミンランドさんでやることが決まっておりますので、うん、その辺のお話もちょっといろいろ都合で遠回しに聞くかもしれませんし、ぜひそちらの方も楽しみにしててください。そうですね、はい、じゃあ最後に何か一言メッセージもう一回いただいて。まだね、かけ新曲の予定とかは、新曲ですか、それはで、なんか気分が、気分ポロンと来た時に、でもなんかどんどん作っていきたいなと思いますんで、そうですね、ぜひぜひどうぞ、よろしくお願いします。シンガーソングライター、全国のお姉様方よろしく、全国ね、そうそう、お姉様方にすごい応援されてね、いや、ありがたいことですよ、本当ね、よろしくお願いします。出しゃばっていきますんで。楽しみにしてますね。はい、本日のゲストは荒木大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。